発見、発見、ツイッター探偵団。探偵団。はい、皆様こんばんは。こんばんは。時間が始まりました。はい。で今日は、11月、19日、22時でございます。はい。このいつものオープニングをですね、団長長尾隆元衆議院議員がですね、やられる予定なんですが、今日は、お忙しいということでございまして、お休みでございまして、代わりにですね、はい、ピンチの時には必ず、助けにやってくるですね、うん、北海道支部長小野寺勝、先生とともにですね、はい、今日はツイッター探偵団は、なんとか、1時間、皆様とともに、乗り切ってまいろうと思っております。はい、大の皆様ぜひご協力をよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。でもびっくりした。だって今さっきまでずっと打ち合わせてて、え、長尾さんは僕みたいな。よく3人とかの時あるじゃないですか。あ、そっかそっか、そういうことで。そうそうそう、長尾さんがいつ入ってくるのみたいなね。そう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 、金曜日の感じだ。そう。と思ったら、僕よく確認しなかったんですけど、今日お休みの日だったということで。今日沖縄なんでしょ？今、スタッフさんはそういう情報を今出してくれるんですか？いや、なんか、沖縄からツイートかなんかしてたよ。はいはい、別の、もう福岡に行ってらっしゃったんですかね。ちょっと、もう福岡なんだ。あ、わかんないです。まだわかんないです、ね。あ、なるほどね。ははは、わかった、ね。全国飛び回っていらっしゃるので、すごいな。ということでございます。はい、じゃあそういうことで今日はだから、進行はスタッフ T さんにお願いしていいんでしょうか。はい、そうでございます。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まーす。お願いします。改めまして、発見ツイッター探偵団は今話題のツイッターをピックアップしてご紹介する番組です。本日も2000人ルールがございますのでよろしくお願いいたします。文化人ダイヤモンドクラブのご登録もよろしくお願いいたします。そして本日のお品書きです。一般公開ライブ、首相の APEC の振る舞いが物議、兵庫県知事選と劣化したメディア、外国人運転免許と公明党、うん、北海道支部長の新コーナー、23時ぐらいのマサルアワーマックスということで。イエーイ。毎回新コーナーができては消えるの、これ。毎回できては消えてるんだけど、いいのかな、これで。これ最高です。はい。ありがとうございます。本日もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。お願いします。次は兵庫県知事選の件、改めて触れたいと思います。6番お願いいたします。いくつか一気に紹介しますね。小野寺さんがリツイートされています。あーあさんのツイッターです。これは稲村和美さん、斉藤候補と争ったというより何と向かい合っているのかなという違和感があった。よく分かってんじゃん。あなたが途中から有田芳生や大椿優子、柴木隊や相生市長と向かい合っちゃったから落選したんですよと言われています。そして7番、大阪府知事の吉村博文さんのツイッターです。斉藤さん、改めて当選おめでとうございます。兵庫県民の皆さんは斉藤さんを信任しました。僕自身斉藤さんにいろいろと言いましたが、県民の皆さんの最終判断が出ました。兵庫大阪は連携した方が関西にとっていいことは間違いないので、今後とも連携させていただきたいと思いますと発信されたんですね。これを引用されて小野寺さんが、こりゃひどい、道理もへったくれも何もない、華麗な手のひら返しというふうに言われていらっしゃいます。そして9番もいきましょう。日刊スポーツさんのツイッターですけども、アンミカ再選の斉藤元彦氏に道義的責任という言葉についてしっかり勉強してニヤニヤで発言ということを紹介しています。また10番、前川喜平さんのツイッターですけども、ば丸は死ななきゃ治らないとは言わない、学べば治る、賢くなれる、斉藤を当選させた兵庫県民もと、もうすごいこと言ってますけども、こちらでは小野寺さんからお願いします。本当、まず前川喜平さんに言ったら、これバカって死ななきゃ治んないんだなっていうふうに本当に思った。この人見てたら本当にね、何を言う君って。そもそもね、民意というものを否定したら何も、この民主主義っていうものはね、成立しない中で、この人文部事務次官までやった人でしょ。何を言ってんだ君ということで、本当にね、何、兵庫県民っていうかね、こう有権者を馬鹿にする発言を、よくこんなね、事務次官経験者ができるなと。そもそも君は何かっていうね、いろいろね、君のいろいろな問題を今まで言っちゃうぞっていうぐらい腹が立つ、そんな人がね、事務次官だったっていうのが情けないなと思うんだけど、この問題本当にいろいろ複雑で、まずアンミカみたいなのがね、道義的責任はだとかね、SNS をくるくるもっと厳しく規制しなきゃいけないみたいなことを言ってるやんに聞いてるけど、そもそも何言ってるんだと。今回のこの選挙のね、これだけ大きく揺れ動いたっていうのは、そもそもマスコミの
発信というものが何やら一方的でおかしいのではないか、信用できないよねという中で違う事実がドアーって出てきて、 SNS の情報がうわーっと拡散していく中で、やっぱりマスコミが一方的に言ってきたのはおかしいと、マスコミと SNS みたいな戦いになって、結局はマスコミが敗北したと、僕はそういうね、まあ、簡単に見たらそういう戦いであった中で、マスコミ側のやつがよくこんなこと言えるなというふうに思っているということで、まずはこういう人たちに対してはかなりイラッときてます。で、その中で僕がちょっと皆さんに、これを見ている方たちに言いたいのは、SNS の発信っていうものも、まあね、本当にあまりにマスメディアの発信がおかしかったので、で、一方的に叩く。で、本当にそれが真実だったのか、おかしいこともたくさんあるぞと。で、県議会だってちょっとおかしかったなっていうのを SNS だとか、まあその N 党の立花さんがわーっと発信をしたことによって、わーっと大きくぶれたと。大きく触れたんだけど、ただ、今、その SNS の中を見て、斉藤さんの支持の方たちを見ると、斉藤さんってね、完全に素晴らしい人で、今まですごい言われなきことをずっと言われたのに耐え忍んで、日本男児で素晴らしいんだみたいな、そういうことになって神格化されてるんだけど、僕それっていうのはちょっと危険だなというふうに思っていて、逆にマスコミがやりすぎたと同時に、その斉藤さんを素晴らしい人だと褒め上げすぎちゃうのも逆に問題なのかなと、触れすぎてるなっていうふうに思っていて、例えば斉藤さんっていうのは、朝鮮学校に対する補助っていうのも、どん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 したという事実もあったり、あとは、不重点、表現の不重点っていうのを、さりげなくパパパパってやっちゃった人だっていうのもあったり、あとは外国人労働者っていうのをどん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 受け入れようっていうのもやったり、LGBT というのを推進するという立場だったり、あとは兵庫県なのに、大阪万博にバーンとお金を払うみたいな、これは維新側だったのに、そういうことをやったりっていうことで、まあね、行政改革は素晴らしいことをやったかもしれないけど、そういう思想を持っている方なんですよということも分かった上で、まだ被爆隊の応援する候補と比べたらどっちがいいのかなっていう選択肢で選ばれた、そういうその知事だという側面も忘れてほしくないなということで、僕はこれは皆さんにこの部分は言いたいなと思いますね。なるほど、勉強になります。ありがとうございます。吉田さんに行く前にですね、さっきのアンミカさんの記事ちょっとだけ中身紹介させてもらいますと、番組では今回の選挙戦で注目を集めた大手メディアのテレビ対新興勢力の YouTube などの SNS との比較について注目、公平性を担保するテレビと比べ SNS では見たい動画を繰り返し見られるとした。アンミカはこれから法規制を進めていかないと、アメリカでは進みましたけど日本はこれからだと思うんですがとした上で、今回の全体の印象で民意のもとに再生されるサイズには期待の来られるよう頑張ってもらいたいと語った。なんか公平性を担保するテレビと比べみたいな感じ、なんか何言ってんねんって感じですけど、公平性を担保できなかったからテレビがこれだけ負けたのに何を言ってんだって感じ。だからテレビ側の主張を言ってるんだよね。そうですね、本当におかしいわ。ありがとうございます。吉田さんお願いします。いや本当に、まあ、今回は、まあ、なんだろう、公正さんもすごいひどいものをいっぱいちゃんと集めていってますね。素晴らしいね。腹立ってくるの？もう心がね、陰鬱になるんですけど、まあ、とりあえず、なんだ、まず、この稲村さんがね、斉藤候補と争ったというより、何と戦っているのかっていう、まあ、それね、大事な感覚だと思うので、その違和感をね、よくよく調べてくださいと。そして、もし反省できるもんなら反省してくださいと、まあ、いうことを私は、まあ、まあ、この負けた稲村候補にはね、その言葉を送りたいと思います。僕も稲村さんっていう方がどういう人かさっぱり分かりませんでした。だけども、芝木隊が応援し、一生懸命に、まあ、斉藤さんの陣営を殴るとかしながら応援している姿を見て、あ、絶対こんな人を権力者にしてはいけない。
あの暴力組織が増長して余計その日本中にね、あの暴力の被害が拡大するから、そんなことをやられ、あの応援されている人です。まあ柴北っていうのは、あの自分たちと政策が合わない人は絶対応援しませんからね。で、あの、ノマなんとかっていうのは、あの、自身のツイッターで、自分たちは北朝鮮の便衣兵ですと言ったこともある、あの、ツイートしたこともある人間ですから、北朝鮮の便衣兵と自らをね、あの、言う人たちですよ。あの、という人たちが一生懸命に応援した、ことが範囲の一つであるということを、稲村さんはね、知っていただきたいと、あの、僕は思いますね。で、そして、まあ、吉村、大阪府知事が、あの、まあ、手のひら返してね、あの、おっしゃって、これ、しょうがないですよね。勝っちゃったんだからね。勝っても嫌いとか言うわけにいかないから、うんうん、伏して、あの、うん、許しをこうしかないですよ。まず謝んなきゃダメだよね。ああ、そうですね。いや、ということで、まあ、あの、まさしく勝てば官軍、負ければ賊軍と。よく言ったりというふうにまあ思います。で、そして、まあ、ここから先ね、言及するのが腹立たしい、あの、アンミカっていう人が、うん、なんだ、斎藤、さんに、道義的責任という言葉についてしっかり勉強してと。てか、他の誰が言っても、お前には言われたくないよっていうかね、あなたは不明朗な入国の経緯について説明する道義的責任があるでしょうと。私はそう思いますよ。あなたはどうしてテレビにこうやって出ているのか、なんでそんなことが可能なのか、ちょっと説明していただく道義責任がテレビ局にもあるかなと、私は思いますね。で、そして、この人がですね、まあ、台本読んでるのか、言いくるめられたのか、完全に頭がパーなのか分かりませんけど、テレビは公平性を担保している。うん、何を言ってるんですかと。椿事件をはじめ、何をはじめ、森かけ桜から何からですね、あの、自民党の議員だけ裏金言って、あの、野党の議員の副裁議員は裏金ってマークつけない、あの、テレビとか見てですね、公平性が担保されているテレビ局は、まあ、よくぞね、テレビ局の代弁をね、まあ、そうするから、あの、こうやってね、よくわからない入国の経緯の人でもテレビに徴用されるんでしょうけれども、あの、誰もね、今あのテレビしか見ない70歳以上の高齢者以外は誰もそんな言葉響かないですよ。テレビは公平性担保しなんて思ってる人間はいません。で、そのそんなことを前提にネットを規制しなければとか言ってね、いやー、まあとにかく、まあ、まあなんだろうな、あなたはよくあの口はでかいけど本当にそんなことよくね言えるなというふうに思います。もう本当にこの人はあのテレビの画面ってほど見たくない人の筆頭の一人ですね。で、テレビの画面見たくない人の二人目がですね、前川スケベアなる人物ですよ。まあ、とにかく、まあこの人間はバカは死、ば、丸って書いてますけどね、まあ、死ななきゃ治らない。お前は死んでも治らないだろうと、まあ、いうふうに思いますけれども、とにかく黒髪のね、あの、女子高生以外の貧困調査はしないというですね、それ以外の、まあ、髪が短かったり、茶髪だったりする、女子高生は貧困であっても絶対調査しないと。まあ、このね、バカは、まあ、死んでもならないだろうという人にですね、あれこれ言う資格はありませんと。もう、兵庫県民はですね、この人、兵庫県出入り禁止にしたらどうですかと。まあ、このように、思います。ビーチだけ行ってなさいと思いますね。もう、絶好調だね。絶好調だな、吉田さんね。絶好調です。素晴らしい。はい。ありがとうございます。まだまだこの件もいろいろ出てきそうなので、注目したいと思います。では、次行かせていただきます。小野寺まさるさんの新コーナー、北海道支部長がぶった切る23時頃の。これ、一回切りでしょ、だから。一回切りかもしれないです。すいません。いいよ。はい。はい。あ、本当ですね。はい、すいません。なんと、あのすっかり紹介するの忘れてました。2000人ルール、とっくに超えてます。あ、よかったよかったよかった。おー、あ、超えてた、超えてた。よかったよかった。ありがとうございます。よかった、ありがとう。ありがとうございます。4166人の方に今ご視聴いただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。引き続き、4000人ですね。4000人超えてます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
全編一般公開ライブですので引き続きお願いいたします。うん、はい、では新コーナー行きたいと思います。はい、もう一度行きますね。北海道支部長の新コーナー23時ぐらいのマサレオはよろしくお願いします。よろしくお願いします。これカキンとか音しないんですね。カキンとか音しないです。今日は何を僕何も知らないけどいいのね。何も知らなくて大丈夫です。はい、うん、オッケー。大丈夫です。はい、では14番お願いいたします。毎日新聞のツイッターですけども、はい、川に蜂毒がロマンだよ。外資の金山開発に揺れる地元という記事ですけども、北海道のある地域で外国資本の企業による金山の再開発計画が浮上。果たして金山開発は環境汚染の要因かそれともロマンか、地元は大きく揺れていますということで、今日のマサルワの方でも徹底的に触れてくださったと思うんですけども、こちら改めてお願いいたします。これ実はその北海道にあり黒松内っていうところでね、実はその外国の資本が金がまだ出る鉱山があるのに、これがそのね採算の関係でもう今やってないと、ここをちょっと買収して、開発しちゃおうじゃないのかみたいなことをわーっとおー入ってきてると。ここで地元はいやいやこれ鉱毒が出るし、そもそもこの資源っていうものが海外によってね勝手にどん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 採掘をされて持っていかれるっていうのはどういうものなのかっていう話があったり、いやいやここでね金がわーって出たらこれゴールドラッシュに沸いてすごい大金持ちになるぞ、これはロマンだぞみたいな、地元で賛否両論があって結構揉めに揉めてますよという話なんです。でこれね、僕は外国資本による土地買収、国土買収だとか、あの水資源の買収というものが問題だって言ってた他に、資源の買収も実はしっかり見なきゃいけないだろうと。金もそうだし、レアアースもそうだし、我々の国の宝っていうものに関しては、国がしっかり管理をして、外国資本が勝手に入ってね、取っていいってものはないだろうと。こういう規制も、しっかり資源を国民のために守るっていうものをちゃんとしておかなきゃいけないですよねという話をしていたんだけれども、国が全くやってなくて、結局はいろいろなボーリング調査を知らないうちにどん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 こういう海外の企業がやっていて、何やら北海道と九州ではまず諸外国に比べて金の出るという鉱山がまだたくさんあるので、儲かりそうだぞ、みたいな、そういう話になっていて、実は、今、外資の5社が、日本中、いろいろな地質を、調査をし続けていて、9道府県で、42箇所最低、多分50箇所以上の地質調査をやっているのではないか、ということで、地質調査をやっているところとしては、北海道と鹿児島に集中しているんだけれども、新潟、石川、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎等々で50箇所以上今ね、地質調査をしてる。こんなことをやられて、もしね、金がドワーって出て、そしてその金のね、その何、利益みたいなものが、海外資本、今カナダとかオーストラリアが中心なんだけども、これ絶対儲かるとなったら中国も入ってくる。こんなことを許されていいのかなっていうふうに思っていて、これ一つの事例として、我々は資源というものもしっかりね、守っていかなきゃいけない、そういう視点を持っていただきたいということで、今日のマサルアワーで出したってことなんですけど、吉田さんどうです？はい。これね、まず、名前を見て驚いたんですよね。あの、金銀エクスプレーションって。そう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 。オーストラリアの会社と言いつつ、金銀って会社なんですよね。うん。だから、いや、これ、申し訳ない。何人がやってるのっていうかね。そうそう、怪しいよね。なんかすっげえ怪しいですよね。うん。で、そして、で、あの、もう本論に立ち戻りますけど、やっぱり、あの、で、チャット欄にも出てきましたけど、あの、まあ、国内の、 あの資源探査に海外の、企業がなんとか調査が、途上国かよっていうね、こういうツッコミ入りましたけど、うん、いや、そう、本当そう思いますよ、うん。あの、自国に資本の蓄積と技術がない場合にですね、自国の、地下資源の、探査や採掘ですら、他の国、外資に
任さざるを得ないなんていうのは、こう途上国なんですよね。うん、で、まあ、先進国で、まあ、自国内の、いろんなその資源探査みたいなのが、まあ、採算が取れなくなって廃れる、ね、原因の一つは、やっぱり、環境対策とか、そういうものが、まあ、非常にこう配慮しなきゃいけない。それで、まあ、損益分岐点が上がると、上がるので、みたいなことで、それだったら、まあ、利ざやの大きい、まあ、外国で、まあ、大規模に、やった方が、まあ、利益が高い、利益率が高いので、っていうことで、やるわけですよ。で、それを国内で、まあ、細かく、拾えればいいんですけど、その外国の企業が入ってきてありがちなのは、その、途上国と同じぐらいの、まあ、なんだろう、荒っぽさで日本でもできると思って、で環境とかいろんな基準とか規制とかが厳しくって、これ大変だって言っておとなしく撤退すればいいんだけど、まあなんとか法をなんとかくぐり抜けて逸脱してなんとか儲けないと、せっかく投資したお金が無駄になるみたいな強引なことをやられると、やっぱり先ほど問題になってる購読みたいな問題が出てきたり、いろんな問題が出てくるわけですね。私は、やっぱり、重要なインフラとか、あるいは地下資源とか、土地を大規模に、まあ、確保してやるような、事業に、外国の資本にやらせるっていうのは、やっぱり、国策として、私は望ましくないと、思っています。アメリカなんかでもですね、中国が大規模に、なんだ、まあ、区画を、買い取って、何かこう開発をしようとしたものをいろんな理由でもってこれ止めたりっていうことは、結構アメリカはいろんなその法的な権限を持って作ってやっていますから、まあそれぐらいの、まあなんだろう、国の経済安全保障っていう観点から法律をきちんと精緻に作ってですね、まあこういう開発は自国資本で最終的にはやることに落ち着くっていうふうにですね、私はグローバルとか言って喜んでないで、そういう、国の経済体制を作るべきだと思っています。いや本当にその通りで、これ30年のスパンで見ると実は金の価格ってその13倍ぐらいに上がっているので、その30年前は採算取れなかったかもしれないけど、同じ1グラムでも13倍4倍の価値が上がるとしたら、これ全然採算取れるぐらいの産業になってるとしたら、なんでそこにね、日本政府が気づかないのかと、経産省何やってんだとね、そういう気持ちで、あとはその北海道も何やってんだっていうふうに思っていて、これこそが実は本当の日本のね、役所のその能力が下がってきちゃったんじゃないのかなって。金が上がったら金があって、採算が取れなかったけど今だったらどうなんだみたいな、そういうこともしっかりね、議論して、なんで海外にね、今だったら儲かるぞって、うわーってハゲタカのようにたかられている、そういう状態を見ると、本当に腹が立つという話でございました。今はね、いまだに日本は世界一の資本の貸し方なわけですよ。うん。世界一の債務国はアメリカで、世界一の債権国はやっぱりいまだに日本なんですね。でところが日本 の, せっかくみんなが貯めて大きくしたこの、お金を、金融財産を、まあ、日本の金融機関とかですね、関係機関が上手に運用できないから、要するにこう、スクリーニングじゃないですけど、要するにアメリカとかいろんな国にお金 の, まあ、持ち主を、名義変えてですね、その国だと、そのまあリスクヘッジしながら、プロジェクトファイナンスみたいなことをやりながらですね、リスクを取った投資をできるから、お金が海外に回っていく。で、そして、リスクを取って知恵を出すから、お金の出元は日本なのに、そのお金でもってリザヤで投資とかで儲けるのは外国企業。これ、ね、バカみたいなんですよ。うん。だから日本政府が昔のようにちゃんといろんな仕組みをきちんと作って、国内の企業がそういう投資的な金融をきちんとやれるような組織をきちんと作って、今の銀行バカですからね、まあ国債がなければ儲からないみたいな、わけのわかんない、こういう経営ですから、
そうじゃなくて、ちゃんとしたことができるようにして、そして国内の利益が上がりそうな、まあ、分野には、海外に、門戸を開きましたとか言って喜んでんじゃなくて、結局そのお金の出どころは日本の国民の、貯金なんですからね。国内の企業がきちんと、それを運用して、投資をして、国内でその利益もちゃんと回るという、昔と同じような体制をね、国は作るべきだ、というふうに思います。いや、本当に。でも、海外資本すごいなと思うのは、本当に、まあ、いろいろな、調査の中で、北海道と鹿児島っていうのが、金の保有が非常にその含有量が多いという鉱山が、まだ眠っているっていうのを知ってるんだな、と。いうことで、そこを重点的に攻めてきてるっていうことは、これね、日本人、ね、これだけ宝の山が実はあるかもしれないのに、ボケっとしてる場合じゃないぞっていうふうに思いますよね。うん、うん、鹿児島の、石狩金山とか有名ですよね。そうそう、有名だから、そこを本当に狙ってきてるから、すごいなと思いますよ。うんうん、いや、本当にもう、皆さんが知らないような貴重な情報を発信してくださってありがとうございます。はい。はい、これからも叫び続けていきたいと思います。はい。残り4分になりましたけども、ちょっと最後、いいニュースで締めたいと思います。うん、よかった。これ最後、変な、はい、変な気持ちだったからね。はい。では15番いきましょう。武蔵野市の件ですけども、吉田さんのツイッターです。東真理子候補、都議補選当選おめでとうございます。武蔵野市はどんどんまともになっていく。我が中野区は相変わらず日本中を地獄に引き込み続けている。頑張らなければというふうにおっしゃっています。吉田さん、この件ぜひ詳しく教えてください。はい、まあ、東京ですね、癌が2つあったんですね、うん、東京衆議院の選挙区前に25回あって今30に増えてるかな。この選挙区の中で唯二つですね、立憲民主党の議員が小選挙区で勝つっていうのがですね、うん、武蔵野の菅直人と中野の長妻昭だったわけですよ。うんうん、で、この、全国に迷惑をかけるこの2つの選挙区の中でですね、武蔵野が今どんどん正常化してですね、少なくとも、まあ、変な人が比例復活しましたけど、衆議院の小選挙区では福田さんってね、自民党の方が、勝った。で、あるいは、市長選挙もですね、松下理子、公認が、うん、後継指名された人ではなくって、自民党系の方が市長で勝った。そして今回の都議補選でもですね、まあ、芝木隊が応援した人じゃなくって、自民党の東さんが勝ったと。まあ、3連勝ですよ。トリプルレッドっていうかね、良、うん、まあ、かったなと、武蔵野市はと。それに比べてですね、我が愛しの生まれ育った中野は未だにですね、東京都内で唯一、まあ、立憲民主党が衆議院議員で勝ってしまう。そして都議補選でも立憲民主党が勝ってしまう。そして、まあ、補選はないけど、首長もですね、立憲共産党の首長だと。もう全国にですね、もう悪霊をずっと示し続けている選挙区でありまして、頑張るぞとですね、思いました。ありがとうございます。小野寺さん、お願いします。いや、本当にこれはね、吉田さんにね、やっぱ頑張ってもらうしかないんですよ。ね、これ中野は吉田だということで、皆さんね、よろしくお願いしますね。頑張ってお願いします、うん、ということで、楽しい時間が一瞬で過ぎてしまいました。残り1分となりましたよ、はい、ということで最後締めていただきたいと思います。吉田さん、お願いいたします。まず小野寺さんから、はい、一言。やっぱりね、楽しかったです。また機会があれば来ますので、よろしくお願いします。いつでも来ます。ぜひぜひ。はい。もうね、レギュラー出演をお願いしたいと思います。いやいや、とんでもございません。それはないです。はい、大丈夫です。はい。では今日は、長尾団長はですね、残念ながらお休みをされていましたけれども、皆様になんとか、2000人ルールを超えて、4000人、皆さん、ご視聴最後まで来て、していただいてありがとうございます。引き続き、どんどんとですね、日本を、良くする情報、悪くするのを止める情報、皆様にですね、うん、ツイッター発掘して、提供していただきたい、いきたいと思います。また、はい、今後ともよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。